听说又点要为了 F 超世代的观众朋友设计贴纸而跑过去看。是怎么回事呢？哎呀，团员开始抱怨为什么是由右点来设计呀？因为这个原因，所以呢就开始了争夺贴纸设计权的会议。画比赛，在先获得两次胜利就可以得到贴纸制作权的规定里，杨森获得了2连胜。原本以为贴纸制作权就这样落入了杨登手上，可是又点却提出了以 flame 为主题的贴纸制作绘画重点，到底会变成怎样呢？なぜかみんな真剣に書いております。僕はもうマジックで書いちゃいました。結構みんな凝っております。いいものができると思います。期待してて、すごい対決になります。认真的公平会画出什么样的画呢？とりあえず4人の姿ですね。右点为了赢得胜利竟然在打草稿，看来蛮认真的耶。テーマスターン。得到优胜的杨登不知道会画出怎样的图案。ユニットの意味ですか。フレームっていう意味じゃなくて、ユニットとしての象徴存在。
調味だね。可以得到制作权的人到底是谁呢？はい、皆さんが終わりました。はい、完成ですね。結構長い時間使いました。手が痛い。皆さんいい出来になってると思います。うん。じゃあね、まず僕から。見せていきたいと思います。今回時間かけたからめちゃめちゃ時間かかった。すげえ。真っ先になんかどっか行ってたよな。もう新曲 is best っていう。うるさいの。とりあえずかっこいいからとりあえず見せて。ドン。どうですかこれ。これ何？あのマウント富士。マウント富士。マウント富士。日本初のユニットなんだなって気がするけど。そう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 。おお、原来是想要成。成为像富士山一样日本最棒的团体吗？次ね、お願いします。ほら来た。おー来た。おーおーおー、素晴らしい。素晴らしい。なかなか難しかった。そのほうがかけ番組かっこいいね。うまいね。これが僕ですね。うまい。これが久戸くん。はい。これがゆうすけくん。これがゆうくん。もう、うまい。あのな、並び順これうまいね、ほんとに。何に自信するの？これはほんとにうまい。うまい。四个人的剪影用很酷的方式呈现，得到大家的赞赏哦。ユースケ君、お願いします。ナイス。わかった。すごいね。これ来たね。ちょっともう一回来たもらうくん。似てるじゃんこの辺が。ほらこれなんていうか鼻クソとダイヤモンド。どんな例え。今みたいだね。はい。そんな感じですね。素晴らしいね、これ。これはもう、大絶賛ですね。うん。測
ありましてですな、ね、もうここの、ここに対してのここの比率も全部一緒です。なんとなくね、これマジでやる気の差が感じられるわ。感じられるね。嘘マジでこれはまずいな。これはどういったいきさつですか。これはで、とりあえずマイクということで、はいはい、僕らはラジオ、ラジオマイクみたいな、僕喋りが好きなんで、あラジオとかも大好き、歌を歌うのも、そうそう、そう、歌を歌うのもそうですし、こうなんだかんだでマイクが、はいはい、俺らの命象徴みたいなのがありますね。也是个超级作品登场了，可以做成贴纸的是他吗？では最後にシャトくんお願いします。ドン。マイクですね。これはもう僕たちがボーカルユニットだっていう象徴ですよ、うん、うわすげえ、うん、すげえ細かくないそれ。これはもう僕光も大好きなんで、ダイヤタイヤだね。ゴージャス感、フレームに至ってゴージャス感、すげえなと思いますけど、相当かっこいい、ね、はい、これもかっこいいね。これはね、いつも僕があのサインを色紙に書くときに、うんうん、ど真ん中に書いてるやつと、うん、あのちゃんと書いてるやつ、ね、聖書すげえ。それもこ、あ、これ握ってるわけですね。握ってるわけですね。おー、マイクをね。おー、すげー、キラ光って。あー、なるほど。真不愧是央灯，简单却又有力的画出了超亮的图。もう自分的にはすごい自信があって描いたんですけど、必要ないですね。因为除了一个人以外，大家的话都很棒，团员也因此烦恼着不知道该选哪一个。优和公平的作品在经过讨论之后，确定落选啦。六点看央灯，自始至终呢都拼命的推荐者，最后的判断是由优汉公平来做决定，到底哪个图案会被选出来呢？決まった？もちろん。いくよ、うん、せーの。
わあ。負けちったか。勝利。个性完全的表达出来了，没话好说了，又点过这自分がね、こうステッカーもらえるとしたらこれが好きなわけ。はい、こういうのかっこいいなと思うんだけど、例えばフレームの宣伝ということを本当に考えたら、これほど分かりやすいもので、はい、確かにですよね、うん、なるほどね、うん、俺はこっちですね。あ、ちょっとペンもらえますか。あら、なんか書き出すんですか。左手にこうサインだもん。おお、じゃあこれは僕がもらって帰る。いや、これはゆうすけ魂が入るわけですよ。よくかけるわ、こういうのね。只要再加上四个人的签名就完成了，请大家期待做好的贴纸。ということで、スタジオの北村ゲッツさん、お返しします。うん、それもいいと思うんだけどさ。はい、待ってます。はい、はい、ま、ま、はい、はい、うん、あ、北村優君のリポートね、ね、本当にね、ちょっと強かったよ。うん、よかった、よかった、うん、僕もね、やっぱ見習いなきゃいけないね。うん、まあそんなことはどうでもいいんですけど、まあステッカーに決まった作品はこちらです。こちらですね。はい、これ早くステッカーになるのが楽しみですね。まあ、あとこのなんていうんですか、くだらない作品、ボツになった作品があるんですけど、このね、どうしようか迷ってるんですよ。うん、どうしようかな。あ、うん、うん、あ、分かった。じゃあ特別
大サービス。皆さんにプレゼントします。欲しい方はこちらまで送っちゃってね。はい、皆さん録画してね。じゃん、今だよ、今。そんなわけで、まあ、明日も、あ、明日ないか、明日ないけどね。うん、まあ、今度も楽しみにしておいてください。それじゃあ、またの機会に、さよなら。本周的 F 超世代怎么样啊？下星期也有很多丰富的内容哦，所以呢 Don't miss it